ハンドボール世界選手権を応援、くまモン仏壇でおなじみのあのお店です。新たに作ったくまモン仏壇のハンドボールバージョン、おなじみの社長は実際の大会が始まるのを待ちきれないようです。世界女子ハンドボール選手権、大会成功を祈っていただきました。これで大会成功間違いなしかと思います。熊本市西区の和島漆器仏壇店、くまモン仏壇とそのユニークなキャラクターですっかり有名になった永田光希社長です。今年11月から熊本で行われる女子ハンドボール世界選手権の大会成功を応援しようと、特製の仏壇をまた作りました。愛する熊本でですね、世界選手権ですね、ハンドボールの全国の優秀な、全国じゃない、世界から来ますよね。ですからもう私はその PR ですね、この嬉しい思いをお仏壇で表現しました。熊本を愛し、熊門を愛し、仏壇を愛する永田社長が考案した今回の仏壇。本来は仏像が安置される場所にあるのは熊門ハンドボール。お輪は熊本をイメージしてラーメン丼の形に仕上げました。もちろん大会開催をとても楽しみにしている永田社長のテンションは上がる一方です。もちろん応援にも行かれる。行きます、行きます、もうこの格好で行きますから。じゃあ見てください、ほら熊本愛ですね。頑張ります。はい。ちなみに2011年に販売を始めてからこれまでに1機だけ売れたくまモン仏壇、2機目の販売のめどはまだついていないそうです。女子ハンドボール応援仏壇の価格は送料込みで159万8000円、注文は国内外問わず受けるということです。ではこの他のニュース。